ああ、コロッケ食べたいな。でもコロッケって衣付けして揚げなきゃなんないから、お家で作るのはちょっと大変なんだよな。ああ、でもコロッケ食べたいよ。助けて、みっちゃん。主婦の味方、みっちゃんにお任せください。ということで、皆さんこんにちは、みっちゃんです。いつもありがとうございます。確かにコロッケって衣付けと揚げる工程がちょっと大変ですよね。なので今日は衣付けも揚げるのもカロリーもカットしたとっておきのコロッケのレシピがあるのでシェアしたいと思います。とっても簡単なので、ぜひ作ってみてみてみてください。それでは、クッキングスタート。